こんにちは、霊夢です。マリサです。霊夢、今日は何をするんだ？今日は前回の続きで、拠点になる場所を探そうと思うねん。ふむ。いつもなら最初に拠点を決めるんやけど、探索ばっかりしてたさかい。そうだな。落ち着く場所が欲しいな。こことも、ちょっとお別れや。ぶっと今日は下の都市を探索してみるわ。行くで。おう。ビルのような建物が見えるな。降りてみるわ。気をつけろよ。あ、こないだ死んでたメカがおる。動いてるな。3体もいるぞ。このメカ防御ユニットっていうんやて。何してるんやろ。うわ、メガケロンに攻撃しよる。木に隠れて見えへんけど、なんかに攻撃してるみたいやわ。もう少し近づけないのか。横から見てみようか。うん。近くにいる生物はとにかく攻撃の的になるようだな。そんな感じやな。クロボサウルスがやられたわ。他のクロボサウルスもやられそうだな。次の標的は何だ？ついていってみよ。さっきの恐竜やわ。あ、やられた。やたらめったらキルドしてるな。メガテリウムに向かっていきよる。一体参加またキルドされるのか。干渉するのはあかんけど、これ以上に過ごせてんわ。そうだな。行け、霊夢。なんで攻撃してくるねん。まったく。いつの間にか防御ユニットが一体になってるぞ。ほんまや、メガテリウム結構強いねんな。鉄弾までもなかったか。メガテリウムいいなぁ。メガテリウムの勝利に届けたし、次行こか。うん。すっかり暗くなったなぁ。そうだな。こない立派な建物やのに、人間が一人もおらへんのやもんなぁ。ソロゲームだから仕方ないがな。まあな。え、虫出た。この虫苦手や。虫虫。あれ、なんか倒れてるわ。動かないな。死んでるんじゃないのか？血まみれになって死んでるわ。トリケラトプス誰にやられたんや。防御ユニットかもしれないな。せやな、肉食生物やったら食べてしまうさかいな。近くに肉食生物はおらへんしな。なあムー。うわ、でかい花。綺麗な花だな。うん、ライトの役割をしているのか。けど夜ってわけじゃなさそうやで。ビル街の外は明るいからな。確かにそうだな。大樹の陰で暗くなってるんだろうか。都市の外に行ってみるわ。うん。海が見えてきた。海に囲まれた島だからな。あれ、何やろ。岩が動いてるで。
ほら岩が爆発した。どうなってるんやろ。なんか生物がいるようだが。行ってみる。暗くて見えへんな。時間を朝7時に変更。うわ、あれは。メガケロンや。メガケロン。うん確か。背中に家とか建てれるねん。百歩。乗れるかな。うわぁ。手もしなくても背中に乗れるにゃー。楽しい。頭の上にも乗れるか。それな、思うことは一緒やな。メガケロンの背中に家建てるのもありやな。拠点候補が増えたな。うん。おとなしいな。背中に乗られたら手も足も出ないやろけどな。地面が動くって、これまでにない感覚やわ。面白い生物だな。ほんまや、結局頭に乗らなかったのか。あ、忘れてたわ。今度やってみる。エイリオンは海も透き通ってて、めっちゃ綺麗やねん。うんうん。他のマップの海だと海底は見えないしな。せやから海の動画は避けててん。見てこの透明度。アンモナイトとかおるし。深海に生息する生物じゃないのか。エイリオンは常識破りなマップやで。私は海が綺麗なのが嬉しいわ。巻いたな。
透明度抜群やな。マジ拠点どこにしよう。あの島に行ってみようか。うん、いい場所が見つかるといいな。すごい色の木だな。なんというか、綺麗を通り越して毒々しいわ。地面の色が不気味。カリコテリウムや。カラフルだな。このマップって全体的にカラフルな生物が多いな。それは私も思っていた。この島は特にすごくないか？やんな。カリコテリウム島。仮にそうしておこう。なんか綺麗な物体がある。植物？あっちにもたくさんあるぞ。ほんまや。霊夢、さっきと木の色が変わってないか？そうか、場所によって違うとか。それにしてもカリコテリウムばっかやな。カリコテリウム島だからな。全カリコテリウムカラフルやわ。島自体が色めいてるな。せやな。滝がある。いや、やっぱり木の色が変わっているぞ。まさか。さっきは白っぽい色だったぞ。ほんま？カリコテリウムばっか見てたさかい、木の色気づかんかったわ。ここへ来た時ピンクじゃなかったか？そうやったっけ？確かにこれ紫やんな。滝が逆流しとる。いろいろ不思議やな。真っ赤な鉱石？あれ？黄色くなっとる。このカリコテリウム動けないんかな？こっちやで。身を挺してカリコテリウムを助ける。私ってなんていいやつなんだ。はいはい。綺麗な島やけど、ちょい気温が高いなぁ。拠点にする条件として、常温がええから、ここはパス。綺麗な場所なのに残念だな。しゃあない、次行こ。またなぁ、カリコテリウム。この島は改めて調査に来るわ。アルゲンタビスも木と同じ色やわ。木だけやなくて、生物も色が変わったりしてな。そうだな、それも確かめたいな。うん。どっかいい場所ないやろか。ありそうでないな。ここどやろ。狭いけど高い場所やから、外壁も消えへんし。さっきすればいい場所になりそうだな。よし、ここに決めた。渡せるし、最初の拠点としてはいいかもな。
続きが見たい方はチャンネル登録してください。グッドもらえたら嬉しいわ。次はあそこ行ってみようか。探検する場所盛りだくさんだな。うんうん。ご視聴ありがとうございました。